お疲れ様です、ラットです。そしてどうも、みさかちゃん、キュウキュウです。お願いします。お願いします。キュウラット、はい、というわけで今回もキュウラットですね。お願いします。やっていきたいと思いますね、今日。いや、やだやだ、やりたくない、帰りたい。やだ、帰りたくない、帰りたくないじゃん。もうラットさんがちょっと企画聞いちゃったもん、さっき。やだ。そうなんですね、もう言っちゃったんですけど、お願いします。今日ですね、英語禁止ロエルをやりたいと思います。それはいいのよ。それはちょっと面白かったりするじゃないですか。いや、そうなんですね。罰ゲーム、まあ罰ゲーム、そう、やるからにはやっぱ罰ゲームがないといけないんで。しかもちゃんと用意してきてんすよ、ラストさん。そうなんですよね、ちょっと、もう見せちゃいますか。僕は勝つ気で選んだんで、もう負けるつもりないんですよね、もともと。これですね、なんか、これがお茶、お茶なんですけど。これが何？芋虫？芋虫をいっぱい口に含んだような味っていうか、まあ、それぐらい苦くて、こっちはなんか、あれっすね、おっさん、おっさんって言っていいのか、うん、靴下、靴下？一日で動いた靴下の、お茶ですね。でも、なんだよこれ、僕ガチで嫌なんですよ。見ていいっすか、苦虫茶。センブリを、センブリ茶ってめっちゃ苦いんですけど、センブリを超えた激苦、苦すぎて飲めねえ、口いっぱいの芋虫を一気に、噛みつぶす極苦体験。何なの。いや、僕マジ無理なんですよ。で、こちらが靴下茶。ゲーム茶シリーズ靴下茶、すっぺえ。お父さんの一日履いた靴下の強烈で酸っぱい匂いを一気飲み。いや、僕はあれです、今回キヨキヨさんに飲んでもらうのをどれにしようかなと思って選んできました、これ。で、どういう勝敗方法なんですか。まあ、英語やっぱいっぱい言った方が負けですよね、ぶっちゃけ。なるほどなるほど、ぶっちゃけ。まあ、クララもやっぱり対戦しますけど、対戦中に英語喋っちゃいけない。そうっすね。あ、英語しか、え、英語英語喋っちゃダメ。まあ、カタカナもダメってことですね。そうっすね。もう、だからユニット名も危ないです。ユニットってアウトっすよね。軍隊って言わなくちゃいけないです、ね、あ、そういうことっすね。そういうことか。まだ始まってないですから。え、ちょっとさ、和田ちゃんさ、お、今大丈夫。あ、審査員、ちょっと審査員来てもらっていい。あ、いいっすね。ちょっとここ座って、こう、あの、ここ座って。ちょっと、あの、僕の友人の和田っていうね、はい、友人なんですけど。で、ちょっとめちゃくちゃよく聞いててほしいの。うん、とか、よく言っちゃいそうな単語で OK とかもダメだから。OK もダメっすよね。OK、確かに。ここもダメなんだ。そういうのとか、数えてほしい。お願いします。俺らちょっと聞きながら、絶対気づかないじゃん。絶対気づかないんで。あ、じゃあ数えるか。で、もし、和田も聞き逃しちゃった場合はセーフ。まだ聞き残したらセーフ。一回一回言ってもらえますか。あ、今それとかそれとか数えて、こうやってのもあった方がいいかもしれない。あー、なるほどね。で、まだ気づかなかったらセーフ。やっぱこれやると絶対コメントなんだよ。ここも言ってるぞ、おい、キヨキヨ、お前飲めよ、お前飲めよ飲めよってなっちゃうから。だから、まだそういうルールでいきましょうか。お願いします。で、和田公平にね、よろしくお願いします。じゃあ、負けたらどっち飲むかだけ言っとき、宣言しましょう。あー、確かに。どっち派すか、芋虫か靴下か。いや、僕、いや、苦いのマジで無理なんですよ。じゃあ、お父さんの靴下。じゃあ、僕、お父さんの靴下で。じゃあ、僕負けたら芋虫茶でいきますよ。いや、ガチで。え、もう本当にやだー。これ、正直僕もやりたくないっすね。いや、なんでやんすか。いいやん、英語禁止で、あー、言ったー、お前ダメー、笑いでいいじゃないっすか。罰ゲーム。なんでこれやんの、これ。みんな大好きですからね。みんな大好きですから。うわ、そうやって人の不幸見て笑って、そうやって。でも、クララは勝敗関係ないっすよね。まあ、ぶっちゃけが関係ないですね。ぶっちゃけ。でも、英語の、だから、勝利。英語言わないようにすればいいですね。じゃあ、行きますか。うわ、これ、本当に嫌だわ。いや、ちょっと待ってください。いや、僕も嫌だ。俺、マジで、オッケーすが気をつけなきゃいけん。とか、なんか。誘導ありですからね、誘導は。まあ、確かにね。まあ、そこはもう、うん。なんでもいいよ、いいよ。はい。いやー。開始始めよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キヨキヨがお送りさせていただきます。いや、本当に負けたくないです。まずは僕を出します。まずは僕を出します。僕は緑色、それ嫌です。倒します。まあ、そうですね、やりますね。あの、このあの宇宙人をね、出しといて。宇宙人出しといて。いや、それ嫌っすね。いやっすよ、あれ何も出せてないじゃないですか。ちょっと遅れましたね。で、ちょっとこの、あの、戦車をね、出させていただくという形ではございますが、なかなか言わないっすね。いやー、ここで矢の雨出します。矢の雨出します。いや、やりますね。矢の雨出します。はー、僕3回いましたよ、ちなみに。え、何がっすか。いやいやいや、関係ないっす。え、何でもないっす。なはい、何出してんですか、それ。何出してんですか。僕っすか。うん、それなんすか、その白色の盾。盾。よい、ちょっとね、このハエをね、ハエを出しといて。え、強くないですか。いや、強いですよ、思ったより。うん、簡
ったんすね。ちょっとマジで、あの、脳が痛いです。伝わってないね。あ、なんかね、俺脳が痛い。俺マジで、今日、最高に力使ってます。いや、本当にわかんないっす。何言ってんすか？いや、わかんないっす。いや、あの、あれ、まあ、キヨキヨくんは、結構、強いなって思います。あれ？じゃあ、僕、本気出しちゃって。お兄さんは強いですよ。本気出しちゃってもいいっすか？お願いします。いいっすか？お願いしますよ。いいっすか？うん。いいっすか？いいですよ。いいっすか？あ、もう頭が痛い！これ、引き分けも見えてきそうですね。それも無視ですね。これはもう、ほん、俺、ちなみに言うと、本当に嫌なんすよ。はい、いや、あ、僕もガチで嫌ガチで嫌すぎて嫌すぎて嫌すぎて嫌ですよね。結構ガチになってますよね。ちょっとやばい、待って。そのな、どうしたんですか。いい感じいい感じいい感じ。まあまあまあ、僕も負けないですけどね。そうしていい感じよ。あれ、それなんすかそれ。いや、これはあの重機よ。え、ちょっと待って。お、やった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 。まあまあまあ、まあ、あ、待って、ミスった。あ、ちょっと、やだ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 、ほんとにやだ、ほんとにやだ、ちょっと、ちょっと勝つぞ勝つぞ勝つぞ。いや、勝つんだけど、勝ちたいんだけど、僕勝ちたいんだけど負けてない。勝つんだけど、ちょっといくさ、僕は負けてない。勝つんだけど、え、ちょっと待ってくれや。ちょっと待ってくれや。まあでも、あれっすね、これは支配人、これはあ、これから強くないんだよ。支配人、あれっす、言いましたよ、キヨキヨさん。今はもういいっす、今一回今は英語解除ね。いや、キヨキヨさん言いましたよ。あ、じゃあ僕が言いましたよ。言いました言いました。ミスったって言いましたよ。あー、やべ。キヨキヨさん気づきましたよね。だってなって、技の方見てもめっちゃニヤニヤしてた。仕事なんかもう、見てんのよ。なんか試合かなんか。まあ、ちょっともう全然気づかなかった。もう一回行きましょう、もう一回。もう全然行かなかった。おいでね、がん。いや、これちょっと強いっすね、キョウキョウさん。いや、確かにね。いや、マジで嫌っすね。ちょっと本当に嫌っすよ。だって、なんで僕が持ってきた企画で僕が罰ゲーム受けないといけないですか。いやあれっすね。え、これルール上どうなんすか。その、ちょ、技、私。そう、審査員の、あの方が気づいてないんですけど。まあ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 、でも、あの、ルールでは、全員が気づかなかったらって言って。あー、そういうこと。そうっすね。もう、キョウキョウさん気づきましたし、僕も気づいたんで。まあでも、僕はさっき、和田が気づかなかったらっていう発言をしたんですよ。あ、そうですか。僕の理解の手では、みんなが気づかなかったらスルーっていう手だった。なるほど、大人じゃないですか、そしたら。まあ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 、企画主大人じゃないですか。今のは僕の負けってことでいいですよ。うわー、かっこ、これがね、もう先輩っすよ。絶対もう負けさせますから。いや、俺マジでこの企画頭疲れますわ。いや、なんか考えますよね、喋るの。うん、だってミスったも言えないんですよ。言っちゃってたら、あのね、あの、和田めっちゃ反省してます。自然すぎてます。ですよね、気づかない。じゃあ、ルールとしては全員が気づかなかったら、全員が気づかなかったらもう無視。いや、俺マジで頭がもうパンクして、2試合目すげえ憂鬱ですもん、心が。いや、どうにかして言いさしたいっすね、でも。で、僕、それで言うと、一回言いそうになったんですよ、英語マジ。その、僕らエンターテインメント性を重視してないわ、みたいな、円まで行ったんですよ。気づかなかった。円は、ダメですね。いや、僕ら円まで行っちゃったんですよ。マジですか。僕ら円って言ったんですよ。エンターテイナーだからって。そう、いや、エンターテインメント無視してますやん、みたいに言おうとしちゃったんだけど、円まで行っちゃって、僕ら円は大丈夫ですよね。僕ら丸、丸い顔してますよね。そうそうそう。まあまあまあ、ヘリクツすごいギリギリっすけどね。まあ、僕は気づいてなかったし。なるほど、言い切ったら、まあ、自己申告制でね。いや、ちょっと、いや、本当に嫌なんですよ、これ。思ってる以上に嫌なんですよ。いや、思ってる、翔さんの思ってる以上に嫌っす。で、こういうのはジョークグッズだから、そんな美味しくない、そんなさ、別にそんなの大したことないでしょって言うじゃないですか。これやばいです。本当なんですよ、こういうの。ガチらしいっすね、それ。こういうやつって、ちゃんとしてんすよ。しかもドンキ。え、ドンキ、いや、でもドンキだからこそ、やばい、ジョークでしょってなるじゃないですか。本当なんですよ。本当なんです。これマジで。いや、す、マジでなんですね。で、視聴者さんからするとね、いや、嘘やんって思われてるのが辛い。辛いですね。なんで、キヨキヨさんにどうにか飲ませて、それを分からせますもん、皆さん。いやいや、もうガチガチ。よし、いきます。よし、注意します。コンセントレーション、今言っていいですよね。
コンセントレーション。あ、僕勝ちに行きますからね。いや、私もですよ。もうロケットとかザップとかエレビズとかライドラとかいっぱいだ。そうするともう言わないようにしようってなりますよ、頭がね。じゃあ始まった瞬間にもうダメでいきますか。ドン、あ、いきます。では始め開始。それではよろしくお願いいたします。私の名前は、清岡利正と申します。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。あんま言えないですね。英語で書くんで。英語で言うんで、あ、じゃああれなんですね。じゃあ名前秘密なんですね。秘密ですね。なるほどなるほどなるほど、はい、まあまあまあ普通に喋っていきましょうよ。そんなそんな一つ一つさ、そんなぐちゃぐちゃ言わないでさ、流暢に喋っていきましょうよ。やっぱもうちょっとずるくないですか。いや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 、そんなことないですよ。もう常に喋り散らかす、それが私たち。いや、それかっこいい。その演者の宿命ですからね、やっぱりね。やっぱりよしよしよし。どうですか、そのお兄さんは。いろいろな仕事をしていると思うんですけども。まあ、そうっすね。対戦してますね。対戦してるんですよ、ね。そうなんですね。どんな対戦をするんですか、ちなみに普段のお仕事で言うと。普段のお仕事で言うと。お仕事で言うとどうなのかなって気になる部分でありますけどね。携帯電話。あ、携帯電話。で、お仕事をするんですよね。あ、そうなんですね、うん、具体的にどういったお仕事になる。まあちょっと言える範囲でいいんですけども。まあなんで。まあまあまあ、普通に喋りましょうよ。そんな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 対戦をしますね。あ、対戦するんですね。そうなんですね。じゃあ、あなるほど、はい、質問ですね。清香さんはよろしく。はい、最近どうなんですか、うん、どんなお食事とかされてる。お食事、まあ、はい、そうですね、僕はまあそこに置いてあるんですけど。何がですかね。小麦粉をこねたものと。と言いますと、言いますと、お肉、小麦粉をこねたお肉。お肉ハサミっていうのをちょっと最近食べまして、まあちょっと買ってあるんですけど。ハサミですよ、そう、ハサミ、ハサミ、板バサミ。そうですよ、そうですよ、何か問題でもございますでしょうか。いや、全然何も問題ないですけども。まあそうですね、まあ最近だとなんか洋服とか買ったりするんですか。お兄さんは。あ、僕ですか。お兄さんはどうですか。お兄さん、洋服、うん、あんま買わないんですよね。なんすか、その片こっとな感じ。いやいや、じゃあ清香さんはなんかお買い物とかされるんですか、はい、お買い物。最近なんか買ったものとか。いや、もう何も買ってないです。何も買ってないんですか。私はもう嘘です。それはもう買うとか嘘です。どういうことですか。いや、買わないですよ、もう。僕は、ね、買わないんですか、はい、どうですか、そのお兄さんは、はい、そのどうですか、どうですか、どうですか、その手札の方はどうですか。手札、あ、手札最強ですね。最強で、はい。もうなんか試合が終わっちゃいそうですけど大丈夫ですか。あ、終わっちゃった。お兄さん、俺ちょっと自己申告していいですか。多分最後最強でぐらいまでいっちゃいました。そう、デッキまでは行ってないです、僕。いや、本当に最後の最後。いや、本当に最強しか聞こえなかった。あ、どうする、うん、自己申告すると、はい、K の発音まで成り立ってない。デッ、いや、デッ、デッ、際どいですね。これは際どいですね。自己申告アウトではあります。気づい、いや、これは言っちゃったんで、僕大人ですね。え、いいっすか。え、ぶっちゃけこれは、いや、逆にこれ隠してコメント欄で言われる方がダサいっす。おー、うん、これはコメント欄で、え、キヨキヨさん、スピード言ってんのに、え、お前隠すんみたいな、すごいダサいパターンになるわけよ。大人ですね。キヨキヨのやっぱメンツ保つためにも自己申告しますわ、さすがに。え、うん、しかも、マジっすか。もう、木の、K の一本目書かないぐらいの、もう点なんですよ。書いちゃってました、サタ。いや、書いてない、 K 書いてないです。書いてはないですけど、KI も書いてないし、 K の一本目も書いてない。 K のでも一本目の触れちゃったぐらい、触れた、その万年筆でチョンみたいな感じなわけよ。仲良くやっちゃいますか、まさかの KPK?KP です。 KP アウトスクライマー、それ反応しちゃいますね。いや、 KP はいいよ、別に今は。今はいいじゃん。 KPK? KPK っすね、これは。まあ仲良くいきますか。本当に、これがもう、なんなん、飲みたそうにしてないっすか。マジで嫌っすよ、ほんとに。マジで嫌っすよ、こんなん。自分から飲みたいって。じゃあ一回開封しときます。そうだ、一回とりあえず。え、何これ何これ何これ、ねえ、この入れ方何。これですね。え、しかも一緒、2つありますからね。まあこれ2杯用ってことですよね。そういうことですね。さすがに、あ、2袋って書いてあるんで、はい、これ1袋じゃあ
まあ一袋でいいっすね。マジで。はい、ということで取ってきましたよと。ちょっとおしゃれにね。いや、めちゃくちゃいいっすねこれ。じゃこれに、これ僕が毛虫、毛虫お茶。僕靴下っすね、靴下茶。これほんと、ほんとに。ちょっと匂いかけますよ。え、でも匂いは抹茶みたいな匂いしますよ。めっちゃ当たりじゃないですか。いや、匂いはくす、抹茶みたい。でもそうっすよね。え、なんか僕京都で買った、はい、あの抹茶生チョコの匂いがします。え、それはないそれはないそれはないほんでほんでほんでマジでそれはないっすけど、なんかマジで抹茶風味っすね。今は抹茶風味マジっすマジっす。じゃあ、え、ドボン系ドボン系、まあ、ドボンっすね、入れるしかないっすよ。いきます、ドボン。もううわでも色も色抹茶っすね。あれ美味しい茶って。いや怖いなぁ。ちょっとかき混ぜますね。さすがに、うわ、なんかもうやだ、この理科室じゃんこれ。混ぜ方が理科室なんだよな。これやばいっすね。ちょっとこれダマは絶対ないようにしよう。あのワンチャンブワーってやったらパソコン全部死ぬんで、ちょっと退散してから。それでは、いや、ほんやっぱ一口でいいっすね。ちょっとそうっすね、こんな水入れちゃいましたけど。いや、なんかお口直し欲しいっすね。結構お口直し欲しい、お口直しお口直し欲しい。これやばいっすね。はい、こちら、念のため、はい、いやこのハイボールのお水をね。それでは、うわ、私が毛虫のお茶、芋虫茶、こっちがお父さんの靴下のお茶。チアーズ。乾杯。いただきます。え、普通のお茶なんだけど俺。マジで普通のお茶。え、俺普通のお茶なんだけど。え、俺味覚おかしい。え、もう全然お茶だわ。まっずまっずこれ。え、何まっず。混ざってないとかじゃないよね。飲みますこれ。飲んでみる俺の。なんかまずいですね。単純にめっちゃまずい。気をつけてください。え、マジで安いもん。やめてください、マジで。マジでやめてください。ガチやつです。え、これめっちゃやばいですね。これやだ。あー、これやば。俺のガチでお茶じゃね？お茶なんです。まあお茶。俺のお茶なんだよ。いや、平気なんですか？これ酸っぱいのやばい。これなんか、あれですね。俺ラベラできた俺。変な酸っぱさが。あ、ダメダメです、これ。これやばいですね。やばいよね。これマジでやばい。変な涙出た。これちょっと靴下ちゃう。いや俺靴下やばい。え、これは素材したことなかった。ぶっちゃけ。よかったっすね、それは。よかった。よかった。まあまあまあ。やばいっす。やばい顔が。いや、ラットさんのやばい。これやばいっすね。靴下ちゃやばい。これなんかもう腐ってる匂いな味がする。もう靴下じゃないっすけど。靴下じゃない。けど、まあただがクソまずくて、そう。気分悪くなりますね。これはね、その俺それで言うと確かに苦い、なんか俺まあ実はもうコーヒーとか好きだから、はい、苦さ結構す、うん、いけんのかもしれない。いや、それやばいわ。これやばいっすね。これはもうマジで皆さん靴下茶やばい。これぜひ友達と飲んでみてね、これ。いや、これはそうだね。これやばいっすね。逆に僕営業妨害になってない、このそんなだったっていうね、実際もう本音でいきますから。本音っすからね。はい、というわけでちょっとね、こういや、マジでラットさんだ。ラットさん大げさだなと思ったわけ。いや、やばいっすね、これ。あの僕のほんと全然だったから、全然だったなみたいな。だからちょっと、あれ大丈夫、この動画大丈夫みたいになった。控えてるまでありますよ、リアクションまで。めっちゃまずいっすわ。確かに本当にやばい時はあのむせる音とあのマジで無言になるってなるやつ。マジ変な涙と変な涙とマジで。よければ皆さんもね、靴下茶試してみてください。なんかいろんなシリーズもあるみたいな。ああやだわね。そうね、ちょっと申し訳ないですね、キョウキョウさん。いやいやいや、でも楽しかったっす。でもありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、あの概要欄にね、キョウキョウさんのチャンネル貼っておくので、ぜひそちらからもあのキョウラット動画めちゃくちゃ撮りました。今日6本撮りました。6本撮りましたので、ぜひともね、概要欄から飛んでいってください。チャンネル登録もお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。